こんばんは、わしみです。昨日ですね、浴衣美人になる、鍵は、首ですということで、首のセルフケアをご紹介したんですけれども、今日はそのやり方を、ご説明させていただきます。まず最初にケアする側の方の手のひらをこうやって返します。で、返したままで反対の手で顎の下ですね。できれば、顎の先端からエラのところまでを手のひらですね、できればこういう感じで指で当ててもらう方がいいと思います。でその状態で深呼吸です。吸って吐いてふう、吸って吐いてふう。でこのままですね、開いた手はそのままで、今度は、鎖骨です。鎖骨の上のところに同じように触れていただいて深呼吸。吸って吐いてふう、吸って吐いてふう。で続いて今度は首を撫でるんですけど、ここですね、首から鎖骨に、顎ですね、顎から鎖骨に向かって撫でてもらってもいいですし、後ろから前に撫でてもらっても大丈夫です。で優しく撫でていただいてもらった後に首全体を触れていただいて同じく深呼吸です。吸って吐いてふう、吸って吐いてふうですね。でしていただくと、左右ですね、でこちらとこちらの首の感じが違うと思いますので、ぜひお試しください。はい、以上です。ありがとうございました。